別れてから、まあまあそれはね、うん、私は投げないけど、旦那からもらってる家庭費では投げてるの？友チョコありがとね。課金それはいいですよ。250円でも皆さん投げてくれたら絶大な効果になりますから、100円でもいいですよ。うん、チュラマいらっしゃい。後ろの鹿って何？バーガーありがとうね。つか、あの青壁舞台はもう解散したの？薬1日1錠。あ、10個ありがとう。まだいるの？まだいる？あれ、いた？誰がいるの？あ、トモチョコありがとうね。ありがとう。あ、やっちゃの家行くんだ。いいや。あ、50個ありがとうございます。50個ありがとう。嬉しい。チョコたくさん。寂しくないね。うん、ティナちゃん来てる？どこに？うん、ティナちゃんもいたの、うん、俺が育てたティナちゃん、うんうん、NG にして何？あ、聞く、バレてる、うん、賢いからね。トムコと話してるんだ。だ、俺っていうか誰でもいいんじゃない、ティナちゃんは。うん、有名。あ、50個ありがとうございます。嬉しい。50個、ありがとう。ありがとうね、絵文字の子。いつも怖い病気。いや、怖いよ。だから無理はしないようにしないとね。なんで帰るの？帰る必要ないじゃん、うん、薬は多分全然効いてないね。あ、ロケットありがとう。ピュードーン、ありがとうね。ありがとう。センキュー。ああ、ありがとう。頑張ってな、配信。うつは治んない。じゃあ、向き合って。でも俺は、これあるじゃん。これ、1個飲んだんだよ。友チョコありがとうね。でも俺これ捨てようと思ってる。あの今日一日でしんどい時と元気な時ってあるから、その薬じゃないような気がする。こう飲んでみてね、効かないし。あ、ユン花火ありがとう。ナイス。効かないからさ、いや捨てるっつうか。あ、ももちゃんありがとうね。持っとくわ。でも飲まないようにしようかな。飲んだ方がいい？ほら、薬増えてくとか怖い。ネットでググったやっぱ怖いな。さっきググったけど、パキシルハイジンとかあるんだって。ハイジンみたいになっちゃうらしいよ。だからいわゆる OD は、あ、捨てました。本命チョコありがとう。ズキュン、ありがとうね。ああ、ありがとうございます。本命チョコ、本命チョコありがとう。
今日相談したんだよ。別に鬱じゃないしないの。だから例えばさっきからずっとやってたら疲れちゃうけど、ちょこちょこやれば大丈夫な気がする。うん。2節か。じゃあなんで俺お金まで払ってこれ取りに行ったの？なんで一錠飲んでるの？何しに？いや、バンジー飛べなかったあたりからしんどくてしんどくて。うん。なんかね、効果がないらしいね。効果が。あ、100個ありがとうね、モカちゃん。コメコメちゃんもともちこありがとうね。100個ありがとう、モカちゃん。いや、そんなに依存してたらって言うけど、俺のね、計測によるとふわっちの4割飲んでるね、何かしらの薬を。そんな気がする。友チョコありがとう。飲んでる人多いよ、リスナーさんも。バンジーでめちゃ叩いて許しません。自分が飛んでから叩いてください。でパルは飲んでないけど、あれなんだって、しんどいんだって言ってたよ。俺を励ますために行ったか知らないけど、うん。あ、花火ありがとう。カオル、おかえり。カオル、2回目だよ。いなくなって戻ってきて、またいなくなって。だから、うちのリスナーは頑張らなくていいんだよ、カオルは。適当に見とけばいいから。わかった？またゼロリス頑張りますってやってると疲れちゃうでしょ。ねえ、カオル。適当にやりな。うん。適当だから。いや、謝んなくてもいいんだよ、別に。俺も気まぐれだから。リスナーさんも気まぐれだからね。好きにやめて、好きに他行けばいいよ。気まぐれなんだから、うん、よくないよね。あ、ユンちゃん100個あります。あ、匿名さん50個あります。あ、ありがとうね。ゼロリスやるって言ったからにはずっとやらなきゃいけないみたいな。だから押しマークとか俺作らないのはそういう理由。外しづらいじゃないですか、一回つけたらさ。キュンです。ありがとう、褒めチョコ for you。 あ、ありがとう。あ、動画、うちの動画舞台だからキュンです。これでいい？もうちょっとキュンです。こんなんでいい？ダメ？ズキュン、これでいいじゃん。ズキュン、この子録画してるからね。あ、花火ありがとう。元気にな、あれ。あ、動画やってないんだ。あ、ありがとうございます。あんま見かけないけどフォローしとく。ありがとうね。これね、アイテム回収枠じゃないんだけど飛ぶんですよ、不思議とね、アイテムが。最近ね、みんな投げてくれるから。薬もらったら夕方って書いてあるよ。一日夕方1錠。LINE 通話無理。なんで？相談でもあるんですか？相談でも。頑張るよ。まあ、
もう頑張らないけど、まあ頑張ってたらね、なんかやりますよ。あ、ミルクありがとう、はるちゃん。はるちゃんありがとうね。はるちゃん、まあ言わないでおくか。うん、まあ、いいや。パキシル。LINE してもいいって、なんで？何？急に。だからこれで容量を守らないと OD になっちゃうんだよ。聞かないなっつって。もう飛ぶわ、本命チョコが。嬉しい。ありがとう、たくさん。ありがとうね。あ、ありがとう。ね、いつも。匿名さん何？好きなの？最近いつもいるけど。今日の閲覧は何？ゆぴぴは。かそってるって言いたい？もしかして。あ、100個ありがとう。ありがとう。ありがとうね。あ、ありがとう。優しいね、みんな。うん、たくさん飛ぶわ、アイテムが。ほんとだ。アイテム回収枠みたい。普通にまったり話したいのにね。うん、無理はなさらず。まったりしよう。まったり。まあラジコになる配信者はダメだからね、言ったら。うん、もう俺はやめる、そういうの。大丈夫だよ。頑張りすぎるな、こうやってね、まったりしたりね、しよう。人俺も疲れないから。うん、とりあえず。そろそろホテルも高くなりそうだし、今って安い状態なの？1泊3900円、1泊3900円プラス、あのアパホテルのカード作ってるからポイントがどんどん溜まってる。レントブロックね、しつこい。どんだけレントしてんの、バカ。楽園してないけど、なんでそんな話になってん、そもそも。今激安状態なので、いつ上がるの？これ緊急事態宣言が終わったら上がっちゃうの？そしたらもう無理だよ。うん、で今でも高いんだけど、月に換算したら12万円じゃん。高いけど、マンスリーマンション借りるにして10万円で、プラス2万円で掃除もしてもらえるし、楽じゃん。っていうので、ずっとホテル生活してるんだよ。駐車場かかんないよ。お父さんとか泊めてるから。で、これが6000円、7000円まで上がったら、もうきついね。名古屋帰るか、家借りないと。それか人の家に居候しないと。うん、でもね、うちはね、うち来るっていうリスナーたくさんいるからね、居候してもいいけど。うん、それ子作ってないよ。月30万円だったら住めないわ。うん、いや、お父さんとこいて寂しいじゃん。俺ずっとへらってたん、名古屋に家で。毎晩さ、見てるやつは分かると思うけど。
何の道場芸なの、つか今鬱の話してないからね、別にタイトルにもしてないし、やめてくんないかな、いつまでも引っ張んの。あれは報告しただけであって今してないじゃん。それにバレンタインデーだし、別にねチョコもらって雑談してるから、あ、友チョコありがとね、友チョコ、あ、ありがとう。車は名古屋の家に置いてあるって言ってるんですけど、23号さん2回目ね、もう言わないぞ、チョコありがとね。パルより稼いでる。まあパルプルはナイスの分あるからね、一緒ぐらいなんじゃない、はあ、うち来るの女おらんやんっているんだよ DM で、知らないでしょ、どんだけいると思ってんだよ、わんさかいるよ、うち来るが。友チョコありがとう。抹茶ありがとうね。配信外でデート誰ですか、得体も知